ダイセンハーム株式会社は、鳥取県米子市読町に本社を置く食肉、加工品メーカー。ドイツの伝統製法による製品を標榜しており、ドイツの技師などをたびたび招聘して指導を受けている。ペッパー神券、カントリーローストの金賞をはじめとして、ドイツ農業協会主催の国際品質協議会でも多数の受賞歴がある。また、 ハワイで作られていたポーチュギーズソーセージが沖縄に輸入され、ポチギという名称で製造されていたものに目をつけ、ハイアンポチキとして製品化している。かつては日清製粉グループ、日清フーズの子会社であったが、2016年9月20日より、エアウォーターへの株式譲渡により、日清製粉グループを離れ、エアウォーターグループの参加に入った。 2019年10月1日にエアウォーターグループの春節サブール株式会社と合併。子会社として新大仙ハム株式会社と大仙ハムファクトリー株式会社を設立。2021年10月1日にエアウォーターグループのおける農業、食品関連事業の再編が実施され、大仙ハムの販売部門は同日付けで、 春節サブールから称号変更された、エアウォーターアグリアンフーズへ統合されたほか、大戦ハムファクトリーは春節サブールの製造部門を統合した上で称号を大戦春節サブール株式会社へ変更した。エアウォーターアグリアンフーズへの統合後も、大戦ハムのブランドは存続する。ありがとうございます。